小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。なんか小槌先生って、うん、あの本を以前出されたって聞いたんですが。うん。一般向けに売った出したのは、一つはチューインガムの包み紙っていう本と、それから和のエクスリブリスって。何ですそれ。和の蔵書表、蔵書表って言うたら自分の、持ってる本に、あの反抗す人もあるけども、西洋なんかは蔵書表を言って、ちょっと趣味的な絵が入ってたりした、そういうなんで自分の本屋っていう印のシールを貼ることがある。ああ、もうそっちは読んでないですけど、あのチューインガムの本は読んだんですよ、うん。まあ、読んだけども、本というよりは、あのチューインガム集めた画集って感じですよね。そうそうそう。ほんで僕はもうちょっとその時チューインガムの本作る時には、チューインガムの歴史とか、で解説もかなり入れるつもりでおったら、あの出版してくれた 本屋が PA ブックスっていうんだけども、デザイン系の会社やね。で結局あのお得意さんっていうのはほとんどデザイナーが自分のそのデザインの参考資料として買うことが多いんやな。だから いろんなもん集めてる、コレクションもんなんかで、はい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 、何でもいいね。それからその時言われたのはホテルの昔だったらバッグやらに貼る、トランクに貼るシールやって、ありますねそんなやつ、うん、ああいうもんのコレクションありませんかとかね、言われたけどね。その時はそのチューインガムのコレクションって言ったら飛びついたわけや、でその時に僕はそれを一生懸命押したんやけども、その時にうちまでその編集者が来て、でコレクションいろいろ見てる時に、その蔵書表のやつか、これの方がええっていう話 で、で どうせやったらその2冊いっぺんに出しますとかいう話で、なるほど。で結局あのその2冊とも出したんやけどね、それは初版で5000部ずつ刷ってくれて、おおすごいですね、結構なもんですね、あの一応例えばジュンク堂とか、大きい本屋さんやったら、その PA ブックスだけのコーナーがあるぐらいの出版社やから、大手なんやな一応、でそこであの出したんやけども、結局もうある程度もう任せてくださいみたいな話で、コレクションごと渡して、また向こうがその使えそうなやつをあのピックアップして、で並べたわけや。でもう並べんのやらもう全部もう大体の方針だけ僕が言うて、でやってくれて、ああなるほど。ほんでこれは楽でええわ思ったら、きっちりその著作権料は、そのデザイナーあのそれをあのその配置したりするあのデザイナーがおって、それと半分分けみたいな、あなるほど。だから 5% しかくれへんだわけな。まあそれはいいんですけども、チューインガムは、あの絵とかは良かったんですけどもね、まあ、文章が少ないのが僕としてはちょっと残念だなと、ほんで文章もっと入れる言ったら、あの文章はもうできるだけ減らしてくださいみたいな話で、それはちょっとね、あまりかなと。ほんで実際そこの本見たら、ほとんど見ない絵だけですよね、そういう本、そういう出版社って、でそこでまあさからだいぶ細かい間違いなんかもいっぱいあって、それも訂正をいろいろ申し入れたら、もう出版の日が迫ってるから、初版はもうこれでいって、2版3版うちとこはその初版だけではだいたい終わらんで、2版3版必ず出るし、で著作権料も2版3版の時はもうちょっと値上げするから、あの辛抱してくださいとかね言われてね。で説明のそのあれもあの細かいあの訂正は2版3版でやりますからみたいな話、なるほど。ほんでうーんって言うてて、それから逆にそのそういうその僕にしたら不満な本や、その最初に出す本がそんないい加減な感じで出されるんかっていうんで、それで あんまり配らへんねんけどね。それから逆にその本を知り合いやらにね、そんなことが。ただアマゾンの評価見てたら高評価やったぞ結構、ほんで結構ね、書評みたいなんがね、いろんな人があの普通の読者が書評をまたあの投稿するんやな、そういうとこでツイッターみたいな、うん、それにみんなあの ほのぼのとするとか面白いとか、まあ、散々いろんな話があって、基本ポジティブな意見でしたね、ほんで僕は一番の収穫はあの切符屋さん、ね、あの人とあの仲良くなったのは、その本はあの人が
書店で買うててくれたわけ。沢村さんね。沢村君が、うん、ほんで、この本書いてる人ですかっていう話になって、あ、落語家のね、うん、それで後仲良くなったんやけどね、うん、でこの前か、まあ、この前一円玉の話したんや。しましたね。その時に一円玉が不足してお釣りガムっていうのが一時あったんやけどなっていう話をしたことあるんやけども、そうですね、うん、その時はこのブックの本がすぐ出てこなかったから、ガムのアルバムが、ほんでどこに貼ってあるかなと思ってこの前チェックしてたら出てきたから、あ、それをいっぺん、まあ、もう一回ちゃんと紹介しようかと。なるほど、うん、こういうものが実際にあったんやということね、うん、それともう一つはね、そのお釣りガムこの頃何でもYouTube やらで見れるやん、それから一応お釣りガムっていうのをやってみたらね、うん、外務省のツイッターにね、うん、お釣りガム条約みたいな、そんな条約あるんですか、あるみたいなことが書いてあるわけ、ほんでずっと読んでて、うん、うーんと思って、ほんで日本も加盟国みたいなこと書いてあるんやけど、それやったら逆に加盟国がどことどこが加盟してるのかっていうので調べても 一つもどこも出てこないわけや、ほんでよう見たらそのツイッターの後に、エプリルフールとか4月1日に書かれてたやつ、外務省もそんなことすんねんなと思って、じゃあ何ですか、G7 みたいなガム7とか言われたんですよね。まあ、まあそれは置いとこう、まあしっかり引っかかったけどね、うん、それはただその僕が引っかかったのは一つは、うん、結構今その世界でもそのガムでお釣り出すとこが結構あるんよ、ね、あ、そうなんですね。で、それはツイッターやら見ても出てるんで、うん、トルコへ旅行に行ったら、うん、なんかお釣りの時にガムとか飴とかが混じってて、うん、でサービスや思ったら、そしたらよう見たらお釣りが少ないっちゅうわけや。それから国によったらね、もうお釣り自体がね、その歯を四捨五入したりしてね、計算できない人も多いって聞きましたね。そうらしいね。それからある程度渡して、うん、で細かいとこはもうとにかく飴玉いくつか渡すとことか、ガム渡すとか。じゃあ逆にそのガム持って行って買い物できるんですかね。できへんやろな。あ、なるほどね。そういう国が、それから東南アジアとか、うん、トルコとか、ある意味物々交換でもありますね、うん、そういうとこであって、その人なんかはトルコへ旅行した時にそういうお釣りをもうたから、これはえらいサービスしてくれるんやな思ってたらしいわ。で計算してみたら、うん、どうもそのお釣りの足らん分がこれ。あ、うん、まあそういうようなことで結構同じようなことするんやなと。なるほど、うん、一円玉足らん時は実際に 1円って書いた印刷した紙をくれて、うん、で次の買い物の時にこれで払ってくださいみたいな話もあったしね。なるほど、うん、でお釣りガムっていうのは実際に僕らもらったことあるけど、あれもそのあれを、あ、それは中にガムが入ってるから、うん、もうそれで結局そのガムのガムで物を買えるっていうことはないわけ。あ、うん、まあその現物でお金返しますと、うん、でもで使えませんと、うん、でこれがね、これがハリスっていう会社、カネボハリスかな、今あるコリスとは関係ない、コリスはまた別、全然別の会社かな、名前が似てるだけ、うん、ハリスのパッチもんやと思ってたけどね。ああ、そうですよね、うん、ハリスは結構ガムの方では大手やって、ロッテに続く大手やね。僕なんか全然聞いてもない会社やなと思うんですけど、だから昔ハリスの風っていう、あ、ありますよね、あれなんかそのハリスが提供してたしね。ハリスのその釣りガムなんていうのは、うん、結局その1円玉が足らん時にスーパーとかそういうとこへハリスがそれ作ってかなり売り込んだよな、うん、あ、スーパー売り込んだらいいですよね、うん、ほんでとなんか東京なんかではだいたい月250万ぐらい売り上げがあった。250万枚の1円玉が回った、そう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 をハリスが供給したっていう、えらい経済、貨幣経済になりましたね。まあ鎌倉時代に米で買い物してたみたいな。だからだけども自分確かね、ガムは5枚ぐらい入って10円やったと思う。だから単純に言ったら2円のものを 1円で、まあ、もう原価が知れてるんやろな。だから5枚
で5円っていうことで普通の半額ぐらいでそういうところへ下ろしてたよな。なるほど。でまあそういうスーパーなんかもそれで儲ける気はないわけやからな。それで1円玉の代わりしてくれるからっていうので喜んでこうたやろ。まあ甘いもんみんな好きですから。うん、うん、まあそんな時代があったっていうことやね、うん、こんなんやけどね ここにあるこれね。あ、お釣りガムって書いてますね。あとであのちゃんと大きいその1枚、ええ、そっちあの出してもらったり。しかしこの辺のガム見て、うん、4枚8枚のガム見てると、うん、いろんなことわかりますね。これね、ええ、この辺のガムはね、うん、ちょっと特殊なガムが集めたんだけど、ええ、だいたい宣伝ガム PR 用のね、うん、ガム、それから日本生命とか、ええ、三井銀行とか、うん、あのそういうとこがお客さんのサービスにこんなもんこしられて、うん、子供がガムって買いますよね。うん、それから子供が連れ子供連れのお客さんが来たらこんなん渡したりする。ああなるほど、うん、子供はガムを噛んで待ってた、待ってくださいみたいな、うんうんうん、スマホもない時代ですね。それから結構いろんなとこがね、ええ、そういうもん作ってるんだけど、お釣りガムやったのはこのハリス一社だけみたいやね。あ、この一社だけなんですね、うん、独占じゃないですか。うん、うん、思いついてパッと。それから案外こんなもんあの新案特許ぐらい取ってたんかもしれない。そう、実用新案ぐらいは あのできるわな、こういうようなことは実用新案としては、ね、うん、取ってたんかもしれない、他がやってないっていうことはね。うん、その辺はもうその時人のみと知ると。そうそうそう、そういう関係者なんかの取材線と分からんわな、うんうん、そうですね。とにかくあのお釣りでガムをもろたんは、うん、僕ら子供の時強烈なその印象があったから、うん、で僕はガムの収集やってたから確かあったはずやんって、うん、あのアルバム点検したら1枚だけありましたわ。うん、ああそうですか、うん、しかしこんだけこのアルバム見てるとガムがたくさんあるんですけども、うん、まあ、いずれこれもみんな紹介してほしいところですね。そうやね、うちはねかなりある方やと思ってね、うん、あのほんでもう板ガムっていうのがこの頃主流でない、最近粒ガムが主流になってるんですよそうやな、だからこれは板ガムの包み紙で、これさやガムっていうんだな日本では、そうなんですね。さやっていうのはあの、結局ずっと抜き出すからさや、からあのガムを抜くみたいなことで、それでさや紙っていう、ね、あ、なんか肩の中から抜くみたいな。確かにそう聞いたらかっこいいですね、うん、じゃ あ, あのサムネにはさや紙って書いておきましょうか、うん、だからさあの日本ではさや紙っていうのが、それから僕なんかはあのチューインガムのそれでは分かりにくいから、本の代はあのチューインガムの包み紙としたけども、うん、本当はさや紙としたかった。なるほど、うん、まあそれでは分からないですよね、うん、しかしこんだけね、うん、あのガムのね、うん、あれがあるだったらね、うん、いずれはねもう一回本を出したいもんですな、うん、ほんでうちらの時にはせいぜい何本ぐらい 200かそこらぐらいしか出てないと思うね。ですよね、まあ、そんなにたくさんないですよね、うん、その割には値段結構しますよね、うん、あれ全部カラーやから、全ページカラーやから、カラーとも言うのもそうだけども、うんうん、あの自分ね、ええ、あんだけ全ページカラーでね、うん、あれ2000円前後やったから、ね、2000円弱やったからね、うん、そんな値段で出せるんかっていうのがもうびっくりしたね。20年ぐらい前なんでしょ、うん、うん。だけどもその自分でもやっぱりそこはね、うん、あのなんでこんなあの値段で印刷できるんやろって聞いたらね、うん、あの新聞社の昼間のやつ、あ、輪転機が空いてるんですか。輪転機の空いてるとこを契約して、うんうん、なるほど、うん、それやったら新聞社とうまいこと関係ができますね。ほんで新聞社のね、ええ、あれ言うと新聞紙代の画面や、うん、で結局それあの16ページ分かなんかを吸って、うん、でそれを折りたたんで断裁するんだな。あ、だったらせいぜい何枚、あの160ページやったら10枚分吸ったらいいわけよ。なるほど、だから随分うまいことあのやってるなと思った。考えましたね。だからよその半分ぐらいでできてる、だからどこもうちに太刀打ちできないって言ったわ。じゃあそこでなかったらもっとかかってたってことですね、うん、そうその自分に、それから全ページカラーなんていう本はね、うん、なかなかなかったからね。今なんか結構当たり前やけどね、うん、まあぜひともねうちのチャンネルをもっと大きくしてですね、うん、あの多くの人の協力いただいて本を出したいですね。でこれをもっとね、でその時にその改訂版すぐ出す言うてたんが、うん、その担当の編集者が結局よその会社へ引き抜かれたかなんか言ってしもて、で結局後の面倒見てくれへんわけ。あら残念ですね、うん、でみんな自分が担当してないから
他残ってる社員が、私がやりましょうとは言わんわけや。それって本が売れてないってわけじゃないですよね。まあまあ、とにかく初版売り切ったんか、うん、5000部分のあれはきちっと儲たよ。ああ、印税ですね。うん、で、Amazon なんか見てても、ね、全部売り切れやってましたね。うん、ああ。売り切れというかね、中古で5000円とかになってました。だから中古のやつがね、うん、あの結構出てくるけどね。うんうんうん、うちのチャンネルがもっと有名になったら再販とかないですかね。ほんで、あの別のとこでもう結局そこがせえへんやったら、うん、著作権はうちにあるんやからね、もちろんですね。だからよそで改訂版を出したらいいなと思ってる。なるほど、うん、ほんで沢村君のとこのあの切符も、うん、あの全部カラーでやってるやん。すごいですねあれ、うん、あれも東京の出版社で、あそこはまたあの本がね、うん、非常にあの変わった出版社から出したっていうのはね、うん、エロ本専門の会社って言ってましたね、田村さん。でそこの会社が一遍ぐらいそのまともな本出したいと、ええ、社長が言うので、ええ、あそこが出してくれたらしいわ。あだからうちの本もそこで出そうかなっていう話はね、まあ応じてくれたらいいですね、うん、まあそういうの話やな。なるほど、ありがとうございました。うん、僕らもぜひともね、小津先生には本をたくさん出してほしいものです。はい、あの古典の本になるか、こういう趣味の本になるかわからないですけど、うん、まあ、メンバー登録された方も結構いらっしゃるんで、そうしたらの意見をまず参考にしたいなと思います。はい、メンバー登録の方もそうですけど、あのコメント欄にどういう本出してほしいかという意見がありましたら、ぜひどしどし書いてください。小津先生のやる気につながると思います。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。猫ちゃんも一緒に。